皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。でこの動画はね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になったまま一緒に頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信を聞くようにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、もうね、先ほども言いましたけどね、車の中からお送りしております。まあもうこのね、背景をねご覧いただいてのも、今まで僕の動画を見てくださっている方やったら、お察しの通りでございますけどもね、病院に来ております。もうね、昨日のね、その動画を撮影し終わった後すぐにですね、病院からね、折り返し電話がかかってきましてね、この朝のね、早い時間帯なら先生の空き時間があるので、そのタイミングがありますので、まあ、予約外になるんですけども、まあその僕の治療をね、こうねじ込んでくれるという隙があるのでね、まあ、予約外になるんですけども来てくださいと言われましたので、まあのこのこやってまいりました。のこのこじゃないな、まあ結構必死で来ましたけどもね、めちゃ必死で来ましたけどね、まあもう緊急事態やったのでね、まあそのもうで昨日、まあ、今日ね、その逃したら、まあきっとね、その月曜日に来なあかんなって感じになったかもしれないんでね、まあこのね、土日を挟んでね、月曜日になってしまったら、きっと僕の口の中はね、血だらけになってしまうことだと思うんでね。というのもですね、まあ、昨日、おとといの夜にね、銀歯がね、取れてしまいましてね、詰めてたね、虫歯の治療を過去にしたところの銀歯がね、取れてしまっててね、まあまあ大きい銀歯なんですよ。それがこうポロッと取れてしまいましてね、まあ、ちなみになんですけども、まあ、そのこの銀歯っていうのがですね、この5月、2ヶ月前の14日の日にね、1回取れてしまったことがあってですね、まあ、その翌日15日にね、修復してもらったんですよ。16日やったかな、まあ、その14か15、16のその3日間の間で、ね、取れてすぐ電話して、またこういう風に今日みたいに治療してもらったんですよ。それがね、その、まあ、5月に改めてその、ね、修復してもらったにもかかわらずですね、その一昨日の夜にですね、歯磨きをシャカシャカってしてる時にですね、もうポロってまた取れてしまっててね、非常にね、残念でなりません。こんなようなね、ことになった原因っていうのはですね、実はね、虫歯なんですよ。虫歯ね、これはね、その銀歯がね、僕のその今取れてしまった銀歯が乗っていた部分の下の土台になってある、こっちのね土台になってた歯が、これ自体が虫歯になってきてましてね、そのまあ銀歯と土台になっているその接着面あるでしょ、そこがこのボロボロになってきてね、こっちの方がボロボロになってきまして、この剥がれてしまったというか、こうポロッとね、行ってしまったんですよ。行ってしまったってなんかね、嫌な言い方ですけども、ポロッと行ってしまったわけですよ。でその虫歯になってしまったこの原因ね、こっちの土台になってしまった虫歯になってしまった原因、そもそもの原因っていうのが、まあ、今僕が飲んでいるその免疫抑制剤という薬がね、原因なんですわ。その免疫抑制剤っていうのはですね、その骨やね、歯っていうのをね、硬いものをですね、この柔らかく溶かしてしまう性質がね、あるんです。まあ、性質というか、まあ副作用なんですけどもね、まあ、僕はね、今その白血病の治療でね、その骨髄移植をしまして、まあ、その骨髄移植の副作用と合併症をね、抑えるために免疫抑制剤というのをね、飲んでおります。その免疫抑制剤というのはね、まあ、先ほども言いましたけども、その硬いものを柔らかくね、ボロボロにして溶かしてしまう性質を持っておりましてですね、まあ、その性質を持ってるかっていうかっていう、まあ、そうやって先生に言われたというか、まあ、聞かされてるから、まあ、そうなんでしょうけども、まあ、そのね、硬いものっていうのが、先ほども言いました人間の体にある骨と歯にあたります。でその骨に関してね、柔らかくボロボロになる、その先にはですね、その骨粗鬆症というね、怖い病気になる可能性があります。あの骨粗鬆症と、またね、ちょっと難しいんですけども、大腿骨と壊死症っていうね、その人間の太ももの骨があるんですけども、太ももの骨と骨盤ね、腰の骨と こうやってこれが太ももの骨やって、これが骨盤やったら、こうね、こう動くように、このなんかガチャンってこうひっついてあるところの、こっちね、こっちのここの丸いところが大腿骨頭っていうんですけど、ここがね、壊死してしまう病気になるんです。何回噛むねんなって感じなんですけど、壊死してしまう病気になるんですよ。でそして、まあその歯に関してはね、もうお分かりのことだと思いますけど、虫歯なんですよね。
まあ、このようにですね、硬いものまあ骨とね歯をね柔らかくしてしまう、ボロボロになってしまう、そのまあ免疫抑制剤というのを飲んでいるがために、今回虫歯になってね銀歯が取れてしまったということなんです。まあ、今回というかまあ僕今すごい虫歯だらけなんですけども、まあ、その虫歯の原因っていうのが、まあ多分ね歯磨きはしてるんですよ。ちゃんと歯磨き、朝昼晩歯磨きして健康に保ってるつもりなんですけども、さらにそれに追い打ちをかけるように免疫抑制剤というその飲んでいるがための副作用がために虫歯になってしまっているということなんです。ということでね、その今日はですね、その誤って取れてしまった銀歯をですね、もうコイン取ったわけじゃないですよ、銀歯取れろ銀歯取れろと思って力強くこのシャカ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 って歯磨きしたわけじゃないですよ。で、誤って取れてしまった銀歯を今日はね詰めてもらってきます。2ヶ月ぶりなんですけどもね、まあ、パズルのピースをねこうパッてこう埋めるかのようにはめるかのような作業をね取り行ってもらってきますわ。というかね、そのまあこの銀歯はね右下奥歯なんですけどもね、あのね、まあ、ここ最近で、まあ、ずっとね動画でお話ししている、まあ、長期にわたって今年の頭ぐらいから、まあ、半年ぐらいかけてねずっと治療を続けている左下の奥歯のにもねちょっと大きな虫歯がございましてですね、もうその虫歯がすごいんですよ。気づかんうちに、まあ、自分はそうとは思ってなかったんですけども、先生からしたらすごい虫歯になってるからこれはいち早く削った方がいいよ、虫歯を取り除いていった方がいいよっていうことなんで、あのもう歯ってねこうね上の歯があったら下にはこう歯茎に入ってるこの二股になってるとこあるでしょ、もうこの辺のこの中の方まで虫歯にすごいなってたんです。だからすごいここの穴の中の方まで削ってもらってもう神経を、ね、抜いてもらったっていう感じなんです。でそんなすごいね虫歯の規模になっている深さになっているこの左奥歯に詰めてもらっている詰め物が、そしてその中に入れている消毒液っていうのがですね、もう歯磨きをしているうちにねだん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 削られていってね、もうことごとくねめくれて剥がれてね削れていってるんです。そしてねそのこっちがねもうとうとうもうほんまに全滅してしまいました、その詰め物がね。だからねほんまにすごい穴が開いてるわけですよ。なのでね、まあ、今日はね、まあ、ここもなんとか詰めてもらいたいな、埋めてもらいたいなと思ってるんですけども、まあ、なんせ今日はね、予約外なもんでですね、この右下ね、こっちの右下のこの銀歯の治療が終えた後に、たとえそんな時間があっても、まあ、その僕の体のことを考えたら、このね、こっちをね、治療してもらわれへんかもしらへんし、でもちろんね、その先生のその予約の状況、まあね、病院側の都合によってそういう時間を取ってもらわれへんかもしれないので、まあ、なんとも言えないんですけどもね、まあ、でもひょっとしたらまあこの時間外やから、そのね、今日今から行くような感じですごい待って、待ってて空いた隙に先生が来てくれてまたやってもらえる、それか僕がまたねその席から席を外して待合で待ってて、ヤスさんって呼ばれてもスパーってすぐ行って座ってこっちの治療をね始めてもらうみたいな感じのことができたらいいんですけども、まあね、まあそんなこともできへんかもしらんし、ひょっとしたらできるかもしらんから、まあそんなね期待をしてね、ちょっとね行ってまいります。もうほんまにすごいんですよ、こっちの左下のね虫歯がね、こんなはずじゃなかったのになと思うんですよ。子供の頃はねすごいね虫歯もありましたけども、永久歯になってからそんなに虫歯ってならなかったんですよね。ちゃんと歯磨きもして、いや子供のまあねその永久歯になりたての頃っていうのはさ、まあ子供ですから、まあ、僕もねまだまだ今と比べたら全然若かったし、その歯磨きをまともにちゃんとしてたんかって言われたら、歯医者さんのようにねちゃんと歯磨きできてたんかって言ったらそうじゃないんですけども、まあなんかおかげさまでね今までその免疫抑制剤というのを飲むまでそんなにこう虫歯で悩まされるほどの人間じゃなかったわけなんです。やれね、なんかこう歯並びが悪くて矯正せなあかんとか、その虫歯になりやすいその歯並びとかっていうわけでもなかったんで、そんな虫歯になるほどの体じゃなかったんですけども、まあね原因はやっぱりねこの骨髄移植の副作用を抑えるための、合併症を抑えるための免疫抑制剤が原因やと思うんです。そういうのがあったから今はすごいね悩まされてるんです。そうね、まあ昨日もねお伝えしましたけど、その病気を治すためのね代償でね、その歯と、歯と骨っていうのをね犠牲にしなあかんな、あかんねんなっていうその体になってしまっているので、もうね早く免疫抑制剤を飲まんでもいい体になって、歯も骨もね
無事に共にねこれからね生きていきたいと思っております。まあねそういうのを一つ置いたことによってねまたどうせその後なんかまた合併症が出てくるような気がしてならないんですけども、まあそれのね一つがね最近あったその5月のその虫歯を取れてから後のその2週間後の5月30日ぐらいから起こった、何やったかな、帯状疱疹か、帯状疱疹ね、子どもの頃になる水疱瘡の大人版といいますかね、まあ、そういうのが起こってかかってしまってですね、まあ今の今まで悩まされてたんです。今も悩まされてます。今はねその帯状疱疹後神経痛というのでね神経痛に悩まされておるんですけどもねすいませんちょっと喉が絡んでまして、でそれをね、まあ帯状疱疹後神経痛を抑えるために薬をたくさん飲んでるんですけども、まあ、それがね最近ちょっとマシになってきましてですね、まあ、なんとか、痛みは和らいできてるんですけども、このね最近それをねその和らぐためにね奥さんのメディキュットを履いてるんですけども、メディキュットがねこの2日間ぐらいでね雨がすごくて、まあ洗濯物でね、まあ、洗うわけですよ。メディキュットってねタイツみたいなやつなん でそれがね洗濯物が乾かなかったんですよ。だから、メディキュットを履けてない状態で今は締め付けてない状態なんで今はすごい足がむくんでてちょっとね痛みを増しております。だからそのねメディキュット履いとかんと今僕足痛い状態なんですよ。でも今日は履いてなんでちょっとね足痛いんでちょっと引きずりながらね今から歯医者に行ってまいりますんで、まあねそれはいいんですけども、とりあえずね今日の病院に来たメインは歯医者なんでね右奥下の銀歯なんで、でちなみにって何か言うねんな、すごいほんまに数の虫歯があってですね右上奥歯も虫歯がすごかったんです。でここもねどうやらね治療途中だと思うんですよ。以前ねほんまに治療してもらったんですけども、ここは何ともないんですけども、歯磨きしてもねそれが剥がれる詰め物が剥がれることなく今の今までやってきてるんですけども、なんかこの左奥歯に関してはね歯の相性もあるんか、まあ、僕の虫歯の進行度合いの、状況もあるんかして体質もあるんかして、なんかこの下側の歯ばっかり虫歯になっていることが多いんですよね。これはなんかね物理的な万有引力の法則なんかわかんないんですけども、ね、虫歯の菌もね下の方に溜まりやすいんですかねわからないんですけども、まあ、なんかなんせこの下の方にすごい虫歯が多く溜まりやすいんですよね。そういったのもちょっと聞いてこようかなと思ってるんですけども、まあ、関係ないと思いますけどね、まあ、とりあえず今日は銀歯を詰めてもらって、あやうくばなんかな、まあ、なんて言ったらいいんでしょう、もしね時間があれば左奥歯の虫歯の詰め物の取れたやつも、ね綺麗にこのまた消毒液入れてもらって、蓋をしてもらってね、ちゃんとした状態に、してもらってこようかなと思っておりますので、では今から行ってまいります。まあそんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。